テロップゲート前から山城です。夜遅くから沖縄沖を浴びれたけれども、東京も多分漏れずに、天候の悪い日だと思いますが、大変ご苦労様です。メトロボさんの事件につきましては、宮城弁護士から調査の報告があろうと思いますが、私からはともかくこのように横暴極め暴力的な県民対応を続ける米軍に対する怒りを申し上げたいと思います。和解がされてから対応者が3名出ました。そしてご案内のように女性に対する暴力事件も発生をしております。許しがたい米軍米兵の事件が、あるいは暴力的な捜査が、逮捕が相次いでいます。県民に対する許しがたい蛮行、県民に対するそれを知らない米軍の横暴に怒りが走っています。今日ゲート前で発表をさせてもらっております。あさって水曜日午後3時から北中城村にあります米軍司令部前に、ゲート前から移動をして大規模な抗議集会を開催することを決定し、発表させてもらいました。この間の事故、この間の米軍の横暴は、米軍に雇われた軍従業員、セキュリティのなせる技ではありますけれども、その背景にあるのは米軍当局であり、米軍の司令部から渡された意思だということは明らかです。よってこれから米軍司令部への大きな怒りと抗議をかけたいと思います。1000人2000人規模の大集会を開いて、ゲート前を圧倒して封鎖をして、米軍司令部の基地機能をガタガタにする、そういう戦いを作ってもらいたい。こうして米軍当局に、無謀と横暴を極める米軍当局に毅然たる抗議の声を上げていきたいと思います。まずそれ皆さん、どうぞ今県民運動大きく盛り上がり、そしてこれまで度重なってきた米軍の暴力と無茶苦茶なやり方を絶対許さない、決意に県民は大きな盛り上がりを見せています。どうぞ県民戦います。 M5 ゲート前戦います。東京で苦闘される皆さん、つなぎ合いましょう。心をつなぎ、手をつなぎ、この横暴を極める米軍、そして、防衛省当局に力の声を上げてまいりましょう。私たちも力を限り団結をして取り組みをし、大きな戦いにまた広げていく決意であります。心から皆様のご奮闘、ご健闘を祈り、そして沖縄現地も戦いにく決意を申し上げまして、今日の連帯の挨拶をさせていただきます。ご苦労様です。ゲート前から山城でありました。ありがとうございました。ご苦労様です。頑張ってまいりましょう。山城さんからの、再度のですね、今回の逮捕、そして、女性に対する暴力事件、怒りの集会を行って、米軍基地のゲート前を本当に機能麻痺させるんだという力強いご挨拶でした。それでは最後にですね、沖縄首都圏の会から、お知らせがあります。お願いします。沖縄県首都圏の会です。寒くなってきましたので、手短に、先ほどのチラシも配ったんですけれども、4月17日に急転和解でどうなる沖縄の基地問題、沖縄トークセッションというものを、昼1時半会場2時開始で全水路会館の方で行います。4月17日の日曜日です。で、今日は和解からちょうど1ヶ月なんですけれども、先ほどの山城さんのお話にもあるように、この1ヶ月いろんなことがありました。で、この私たち沖縄戦首都圏の会が、もともとこの集会は4月の13日が大執行裁判の判決の日だったので、それに合わせて集会を企画したんですけれども、3月4日に和解になったということで、急遽タイトルを変更して行うものです。で、こちら
沖縄大学の名誉教授でいらっしゃる荒崎森照先生と、それからあとあのウェールズ生まれ の、 あのジャーナリストで、あの沖縄にあのベトナム戦争の時にあの使ったあの枯葉剤が今でも埋まっているということを突き止めたジョン・ミッチェルさん、このお二人を招いてあの集会を開催いたします。でなんと荒崎森照先生はあの80歳になられたということなんですけれども、あの先日あの岩波支部の方から日本にとって沖縄とは何かというエポックメイキング的な著書も出されております。であの非常にあの貴重な機会だと思いますので、4月17日日曜日、ぜひあの全水道会館の方にお越しください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。だんだん終わりに近づいております。それでは辺野古を実行委員会からお知らせがあります。今日の防止モードに集まれた皆さん、お疲れ様です。先ほど、いくつかの方から、報告ありましたように、今回の、メトロさんに対する逮捕は全く不当であるし、いわゆる刑事特別法ですらですね、拘束できなかった、彼らの矛盾がですね、あらわになったんじゃないかというふうに思います。同時にそれは結局、今回の、逮捕という事態はですね、彼らが結局は追い詰められている焦りの表れである。そこまで沖縄の戦いが米軍をしてですね、そういった行動に取らせるという、そういった面もあるんじゃないかというふうに思います。それだけ沖縄の戦いはですね、先ほど山城さんの報告にもありましたように、辺野古の埋め立てを、阻止する、中止をさせるというだけではなくて、米軍の基地機能もですね、麻痺させているという戦いにですね、前進しているということを私たちは、取ることができるんじゃないかというふうに思います。それだけ沖縄の戦いが今の安倍政権の、戦争政策をですね、最前線において、阻止しているということを私たちは認めて、本当に目の戦いをですね、頑張っていきたいというふうに思います。先日の日曜日はですね、新宿のデモをやりました。山城さんも現地から本当に駆けつけてくれて、ゲート前のあの熱い熱気をですね、私たちにも届けてきてくれました。集会デモにはですね、500名弱の方が参加をしてくれて、新宿を出るけ歩きました。そして、続いてもう、今月も再度5回目になりますけども、今お配りしましたように4月の23日の今度は土曜日ですけれども、やはり新宿でも、もう一度行っていきたいというふうに思います。若いのが受け入れて、なんとなく気分的にですね、辺野古の問題はそれと緊迫してないんじゃないかという雰囲気も一方ではあります。そうであって、今だからこそですね、さらに辺野古の埋め立てを完全に断念させる、そういった声をこの東京の地でもですね、上げていきたい、そして街の皆さんにも訴えていきたいということでありますので、ぜひ、今日集まる皆さんはですね、4月の23日の新宿デモにもぜひ参加をしてですね、改めて、埋め立てを断念させる声を上げていきたいというふうに思います。次はそして5月はですね、連休の明けの5月の9日代理月曜日でありますけれども、この防衛省行動をですね、あれやっていきたいと思います。またあの案内を差し上げていきたいと思います。これからもですね、東京における私たちの戦いを継続して、沖縄に人たちと連帯しながらですね、この大和での東京の戦いを共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。来月の防衛省前行動は、5月9日の予定です。お間違いにならないようにお願いをします。それでは都営建設に対する抗議行動も6日にあるようです。本日の予定これで大体終わりました。それでは、スプレーコールを上げたいと思います。安倍首相は辺野古基地建設を断念しろ。辺野古基地建設を断念しろ。会場のフロートを撤去しろ。臨時制限区域を撤廃しろ。大戦を撤去しろ。与那国
国から自衛隊を撤退させる。石垣に都に自衛隊はいらない。石垣に都に自衛隊はいらない。沖縄の島を捨て石にするな。沖縄の島を捨て石にするな。女性レイプ事件を許さないぞ。女性レイプ事件を許さないぞ。会場でのカヌーメンバーの弾圧を許さないぞ。会場でのカヌーメンバーの弾圧を許さないぞ。基地建設断念まで戦うぞ。基地建設断念まで戦うぞ。それでは本日の防衛省前行動をこれで終わりたいと思います。